そんなことよりそっとしておいてあげる方が彼は喜ぶんじゃないかしら。そうですね。そうなのか。まあお礼してあげるのはいいことなんじゃない。で何をするんだ。今から投稿？ずいぶん気の長い話じゃない？また動画サイトに続いてサイバーな話だね。そういえばこの間の映像はどうなったんです？全然素晴らしい映像できてないじゃないですか。それは何かいじってやりたいという意味かしら。で、私たちは何をすればいい？録音機材？大したものはないわよ。喜んでくれるだろう。一瞬詰まったな。あなた自身何か思うところがあるんじゃない。一番縁遠い言葉に聞こえるが、よし。いつも通り。なぜ？悪いけど、全く感謝の気持ちもないの？本来の目的がミジンコになりましたね。ヨシノ、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 ヨシノ。ここじゃできないの？そんじゃ、いってらっしゃい。いらっしゃい。おかえりなさい、コタロウくんや。いらっしゃい。吉野、みんなお前に
しいのが一番さ。おおよしのみんなお前に感謝してる。おおおおおお、あんまり感謝することない気もするが、この世にいれば十分さ。よしのよしの、ああよしの、おお、これからもよしのは最高さ。ありがとう、ウルトラヨシノ。私は一体どうしたらいいんだ。遠慮する。ダメです、全然なってないと思います。安心するわ、反対意見が出てくれて。最後がウルトラヨシノなのかハイパーヨシノなのか、どっちか分かりません。どっちに変身するんですか。え、その前まで全部スルー。好きにして。これ全部コタローくんが作ったの？いや、それじゃあコタローは何にも作業してないんじゃん。まあいいですけど。ここまでコケにされたのは初めてだぞ。素晴らしい。なんだ、俺は生まれただけで十分なのか。そっから先はぶっちゃけ不問か。なんという根源からの愛にあふれた歌なのか。ざけんなー。ザッ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 ザク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 。何してんだよてめえ。暇だからサンプリングボイスを作ってみたわ。ザクザクザクザけんな。ザク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 。うおー、やめろー。これか、フォルダごとデータ消去してやる。この後に及んで照れ隠しとか、どこまでひまわり頭なんだてめえ。その辺大変だったのってネットのチャッキーさんなんじゃないです？
くダメだよ。ダークサイドは笑顔でスマイル、ほらライトサイド。そんな、んだ、てめえが散々俺をコケにしてくれたのが元だろうが、望むところじゃねえか。デュエルなら受けて立つぜ。消しちゃっただけですよね。文集なんて私でさえ読み返したくないのに。別に文集であの良い気な要素はないじゃないか。バカ野郎、俺はそんなことには屈しねえ。俺は絶対に笑顔で老後をゲートボールしながら過ごしてやる。そうね、千早も少しは PC のこと分かってきたわね。えへへ、できたわよ。破るの簡単そうですね、魂の牢獄。これでいつものコタロウくんが帰ってきたよ。そうかそうか。で、くせ。両者同意の上で消去しろっつってんだ。争いの火種持ってきたのはてめえだろうが。てめえも人の声で遊んでんじゃねえ。空気読めよ。あら、面白かったから。もういい、表へ出やがれ。立つんだ。ああ、喧嘩は良くない。コタロウもキリンさんのためを思って用意したんだ。許してやってほしい。ち、今日は冷めやがった。俺はキリンじゃねえが。ち、無駄な時間を過ごした。んだ、それ私の。見事に余計なことをしてはいけないという教訓だったな。前向きだね、コタロウくん。
いつか吉野くんと小太郎くんで仲良く肩組んで帰る日を楽しみにしてるよ。いや、遅かったですね。まったく小太郎はいつでもどんくさいですね。時は金なりよ、天王寺小太郎。心配いりません。こんなこともあろうかと、愚鈍なヘッポコ太郎くんのためにきちんと残しておいてあげましたよ。惚れないでくださいよ、気持ち悪いですから。そうですか、それは何より。さあ、ヘッポコ太郎くんの大好きなパンの耳ですよ。冗談ですよ、大人げないですね。似たようなものです。まあ、こちらにハム卵サンドを用意しておきました。そうですか、それは何より。君の分はそれで最後ですね。ヘッポコ太郎くんはさもしいですね。そんなに美味しかったですか？
あの程度では私の心には全く響きません。お粗末様です。何です、食事中に立ち上がり叫ぶなど下品の極みですよ。大変うまかった。いいものだな、こういうのは。そんなに拗ねないでくださいよ。仕方ありませんね。また作ってきて差し上げますよ。何？私は野山などに赴くとついバナナなどを用意してしまうたちでして。意義は全くないわ。ええ、頑張ってね。泊まりって着替え物にも用意してないんだけど。だいたい学校に外泊なんて校則違反もいいところだぞ。楽しそうだが規則違反は良くない。今日見たいテレビあるんですけど。はい、何をおっしゃるかと思えば、当然千早さんの興味を持つ番組など全て把握し、
毎週欠かさず録画予約はしております。じゃあ私はいいですけど。泊まりじゃなきゃダメなの？お泊まりはちょっとハードル高いよね。深夜のお見送りでしたら私がいたしましょうか。それなら OK だ。待て待て、違反には違いないだろう。そんなことは私が許可できないぞ。かつて文化祭なんかがあった時には宿泊が認められることはあったらしいけど。そもそも会長さん、ずっとここで寝泊まりしてるんですよね。そうね、許可も取れないわけではないと思うわ。だが平気なら私は構わない。しずる！くならば残るしかないだろう。別に嫌なら無理に参加しなくてもいいと思う。そんなことができるか！この男と一緒に深夜活動なんか！私が見張っていないと何をしでかすかわからないぞ！いいけどね。で、何？何か有力な根拠があっての調査なのかしら？でも、神隠しって…いまいち、なんだかよくわからないんですけど…まあ、大半は今で言うところの犯罪絡みの虚言でしょうけどね。私の所感の解説が必要かしら？面白いわね。例えば？到着時間の試算が甘かったのね。じゃあその飛行ルートと機体の速度、その他正確な時刻を示す証拠なんかはあるのかしら。それにバミューダにはいくつか仮説があったわね。異空間とつなげることのできる説というと、ブラックホール説。何です？それ。船や飛行機の座礁はブラックホールが原因。時間軸の乱れが起こる事件についてはワームホールの理論で説明がつくと。よくわからないんですけど。ブラックホールの中心には時間の流れを無視して移動できる穴ができるのよ。ただ一体どういうものかも知らずに概念だけで曲解した論の典型ね。古い話じゃしょうがないけれど、地球上にブラックホールなど自然に存在する余地はないし、仮に存在できたとして実際に発生するであろうワームホールの大きさをご存知？現在予測されている大きさのワームホールを通り抜けて時間軸の違う異世界に移動なんて真似、飛行機は愚か、アリの一匹でも不可能よ。ついでに時間軸移動をするには入り口が高速で移動し、出口と異なる時間に存在させておかねばならない。
校則？なんで入り口にそんなことしなきゃいけないんです？入れなくなっちゃいません？相対性理論を学びなさい。なんでです？そもそも相対性理論って何です？で、白い煙だったかしら？それはどう説明がつくのかしら？科学に根拠づけられた起こりえない実証をさも論理的かのごとく語るのは相当頭が悪く見えるわね。白い煙なんて不可思議っぽい演出めいた状況の創作は、実在説を唱える際にただ論点の穴を開けるだけのシロアリに過ぎないわよ。時間軸の矛盾なんかもね。何？面白理論でも思いついた？じゃあまず聞こうかしら。本当にバミューダトライアングルの事件なんてものが起こっているのかしら？そうね、事故の多い海域であることは本当かもしれない。さっきの飛行機の到着事件の話くらいしかオカルト要素につながるものはないわよ。別の海域で起こった事故までバミューダトライアングルで起こったことだと騒ぎ立てられている可能性は？正確なデータはあなた用意できるの？メタンハイドレートや海底火山が原因で事故の多い海域である可能性はあるわね。でもそれが不可思議なことの存在する余地にはなり得ないのだわ。で、飛行機の到着時間については、到着時間の試算が甘かった。あ、タイトル聞いたことあるかも。テスラコイルを使ったレーダー回避のための生じ実験だったかしら。それはこんな感じかしら。わお、聞いてくれよジョニー。なんだい、飲みすぎでワイフに愛想をつかされたのかい？お前と来たらいつもそうじゃないか。おいおい、冗談は顔だけにしてくれジョニー。これこれ、こういう実験があったんだよ。何？電気でレーダーかいくぐる実験？ああ、もうそれがもう大変でさ、揺れた拍子にケーキに指を突っ込んじまったらさ、そしたら指がめり込んだケーキがショートして指が焼けちまって、見てくれよ。おいおい、こりゃワイフに揚げたて熱々のフライドチキンでも投げつけられたんじゃないのかい？冗談じゃないぜジョニー。ナオフォークに残してきた神さんと俺はいつでも愛し合ったる。ジーザス、もう船はコリゴリさ。おいおい、だからって今から神さんの上に乗りに行くなんて言い出すんじゃないぜ。というのが発端。あとはいろいろと曲解されてでっち上げられた噂話が最終的に瞬間移動と異常な光景に変質していくのだわ。放電現象だけで異世界経由の瞬間移動するなんて、理論をでっち上げるのとどっちが暴論かしらね。
実証できない理論を根幹において交渉を積み重ねるほど宙に浮いた不自然さはなくてよ。だいたいそれなら雷雲の中で瞬間移動現象が起こりまくりなわけなの？航空機に雷が落ちる話とかも結構あるわけよね。その割にはその飛行機に乗っていた男は平然としていたわけよね。緑色に発光はしなかったのかしら？証言が一致しないわね。もう天王寺の負けだな。ちなみにテスラコイルで不思議現象を起こすハチソン理論は9割9分9厘捏造。ネットで調べた程度の知識で私に対抗しようというのがそもそも間違いなのだわ。プラズマが発生させる電磁波は人間の脳波に影響を与えるそうね。不思議現象に結びつけられたり奇妙なものを見たという証言なんかはそうした性質によるものである可能性だってあるのだわ。もちろんプラズマに私たちにはまだ解明できていない特性がある可能性はあるわね。けれどその中に時空移動や空間転移の性質がある確率は限りなくゼロに等しいんじゃないかしら。プラズマを何でも不思議現象の原因に貶めてしまうこともあまり褒められた思考とは言えないと思うわよ。人類の発展として大喜びしながらタイムトラベラー少女になるだけね。その辺のことを書いた書物ならその辺の棚を探せば出てくるわよ。で、科学的に理論づいた説が展開できてしまったらお前の負けと。ちなみに知った上でならまたいくらでも否定説が出せるから。否定は一言で十分。バミュータはでっち上げ、フィラデルフィア計画は酔っ払いのヨタ話。天狗は山の愉快おじさん。じゃあ話は終わりです？結構おもろかった。私はよくわかりませんでしたけど。ずいぶん噛み砕いて話していたつもりだけど、まあ楽しかったわ。そういえば珍しいわね、あなたがこういう話に全く入ってこないなんて。ええ、いろいろと突っ込めるところはありましたが、ヘタロウ君と議論を交わす茜さんがとても楽しそうでしたので。本当にムカつくわ。程度ならいいけれど。というわけで夕食は私がご用意させていただきました。どうぞ召し上がってください。のびだのびだ。今回は魚介類を中心としたブイヤベース風に仕上げてみました。小骨などはできるだけ取り除いてあります。サンマは入っていないのか。では次の機会がありましたらサンマのご用意もいたしましょう。試してみたいレシピがあったのです。あ、サンマのバスク風ビネグレットソースです。スペインの方の料理のようですが大変美味しそうなレシピでしたので。食べないの？あ、私は。どうせまた汚いとか言い出すんじゃないです？どうどうどう。
私だって食べたくないわけじゃない。ただこういうこともあまりないから気遅れしてただけだ。嫌いなものがあったら遠慮なくおっしゃってください。次回からは避けるようにいたしますよ。大丈夫、心遣いは感謝するが、そういうわけじゃない。世話かかりますね。別にあなたに世話を焼いてもらうつもりもない。さすがにいいものを仕入れてきているわね。褒めて使わすわ。ありがとうございます。ヘタロウ君は本当にさもしいですね。ちゃんと別に取ってありますよ。後で足しましょう。言ってる自分も喧嘩してるじゃないですか。平和が一番なのにね。しずるはすっかり夢中になって食べてるな。一家に一代サクヤさんだ。ありがとうございます。料理を作る人間としてはそう言っていただけることが何よりの喜びです。白菜がものすごく美味しいんですよ。いいじゃないですか、もやし美味しいですよ。鍋奉行には逆らわないことね。じゃあ私様からエビちゃんを与えて使わす。ごちそうさま。うまかった。じゃあ今日の鍋会は終わりね。一瞬乗りかけてたじゃないか。今は無理よ。世界の衝撃映像を見たいのよ。今見たいの。おもろかった。ビルの葉っぱ失敗がまさに衝撃的だったな。ああいうのはお国柄なんだろうか。日本じゃ葉っぱ解体なんてめったにないもんね。ゾウさんのパワーが凄まじかった。前の娘がワーダのオーダの言いながら頭を揺らしてばかりで全く集中して見ることができなかった。だってびっくりしたりするじゃないですか。ニュース、冗談よ。セキュリティは解除しておくように依頼しておいたわ。存分に楽しんでらっしゃい。夜の学校って怖っ。電気つけちゃダメなんでしょうか。
何もなかったね。もともとそんなもんだろう。さ、帰ろうか。まだ回るんです？手分けをして回った方がいいかもしれない。現実を受け入れよう。それなら茜さんに電話してやっぱり来てもらったらいいじゃないですか。前に頼み込んだら来てくれたこともあったしさ。無理。本気で無理ね。 FPS のチーム戦始まっちゃったのよ。大丈夫よ、私の心はいつでもお前のそばにあるわ。おのれ、こんなところにバンザイアタック仕掛けてくるとは。こういうのにやられるのが一番腹立つわ。寂しがり屋だね。どっちのチームに入るんだ？はい、戦時です。ただいま私は貴様のような猛舞なる下船の輩の電話に出ることに微塵の価値も見出せません。これ以上私の崇高なる試作時空間に乱れに立ち入ろうとするならば、 P という発信音の後にお前の価値も値打ちも意味すらない人生、今はの弦を残しダビに付すべし。呪われよ。おどうだったの？表情を見ると聞くまでもなさそうだけど。便利です。はい、便利です。ここで茜のワンポイント読み事項レッスン。財布とワイフを間違えただけでその後転落人生を迎えた人がいるそうよ。みんなもレッツチャレンジ。ある実業家の話なのだけれど、重要な取引を前に沈黙を深めるため会食の場を持つことになった時のことよ。タイミングが悪いことにその日男はなんと財布を置いてきてしまったのね。現金が必要だった男は会社の金庫を開けいくらかを持ち出してしまったの。会食は和やかに進んだ。しかしそこに男宛に電話がかかってきた。諦めた方がいいですって。そんなに会長と一緒に回りたいのか。小さい男だね。さっき行ってないところとか行った方がいいかな。
Thank you.
くれば、てめえなんぞ。ぬちゃん、あれはさすが呼べば答える我が半身。ギルちゃん、あら、よく来たわ。こいつぶっ殺せ。ぶっ殺？こいつってどなた？まあ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 、ナイスガイじゃありませんこと。来れるな。こいつ俺を捕まえてる悪いやつだぞ。なんですの、あなたはどなた？それはどうもご丁寧に。私はパディです。まあ可愛いだなんて、そんなぶっ殺ですわよ。てめえら何なごんだ会話してんだ。ありませんの。騙されんな。ギルちゃんの弁解を聞きましょうかしら。こいつ悪いやつだから捕まえてぶっ殺せ。
ギルちゃん、正直におっしゃってくださる？血が吸いたくなったから突然襲いかかってとっ捕まりました。おバカの後に及んで抵抗とは、怒りの右を喰らいやがれですわ。大体私たちは人目に触れてはならない存在ですの。元来はそうですわ。これくらいしないとわからないんですわ、この子は。私はパニとお呼びください。俺様はギルだ。ギルティのギル、かっこいいだろ。それは言えないのです。はっ、てめえなんぞに頼まれたって教えてやるかよ。いいのかよ、本当に教えてやらねえぞ。ありませんわ。え、ガチで虫かよ。冗談きつくね。あ、そうでしたの。おーい、聞いてます。なるほど、もしかすると私のことかもしれません。寂しく放浪中の身ですわ。聞いてくれよ。もうしばらく大人のお話ですから黙っててくださる？なんでよ、クソ。あら、物分かりがいいんですのね。から近づいて血吸うたろか。それはただのギルちゃんの趣味です。水と光で生きていけますわ。血くれよ。もう鼻血でもいい。マジで？
実は超いいやつなんじゃ。うわー、血だー。よかったですわね、ギルちゃん。よし、これで俺様とお前は血で血を洗い合った仲だ。俺様に守護してほしい？しょうがねえな、守護霊とかそんなんじゃねえが、上で飛んでて蚊を追い払うくらいには役に立つぜ。うわあ、そんな釣れない態度取るなよ。私からもお願いさせていただきますわ。立場は逆ですけど、もしよろしければあなたにかくまってほしいんですの。身の潔白は保証しますわ。俺の方が明るくてちょっと気の合いそうないいやつじゃね。正論ですわね。ああ、だから俺の正体はさっきも言ったろ。俺様はギル、ギルティの。じゃあまずはちょっとだけ。さっきから俺ガン虫じゃね。町の異変を調査とのことですけど、私たちは登記されてこの方人の目に触れたことはございませんわ。私たちはゴミから生まれましたの。見ての通り清潔ですわよ。それは言えませんわ。あなたのためにも知らない方がいいことだと思います。あなたがもし真実に近づいていったとき少しずつ語ることにしますわ。ということですわ。あなたの調査の情報と引き換えに私たちは寝床を得るですわ。なんだよてめえら、超仲良くなってるじゃん。おとなしくついてくるんですのよ。き、行きたかねえけど行ってやら。それが解散しましたら合流しますわ。
かえり。どうだった？え、まさか。なんか取ってきたんです？これが？真っ暗な密室でフラッシュもたかずに撮影するとこうなるわね。逆に聞きたいわね。ただのコンクリの壁を見せられてどう反応しろと？コタロウ君、本当に何かあったの？悲観。何もなかったぞ。いきなりなんだ？ではお前は一人で校内を歩き回っている間、そんな不可思議な体験をしてきたとこう主張するわけね。では、お前のその不可思議体験とやらの全貌を自分の目で確かめてみる？ご覧なさい。暗視カメラの画像か？秘書に行ってモニタリングさせてたのよ。何か問題が起こってもまずいから。じゃあ、ずっと監視されてたんですか？あら、やだ。これね。別れて少し経ったくらいだね。お前の話だと、ここはすでにその異空間とやらの中だったのよね。別に変なところはなかったけど。普通でしたね。この10分後くらいにお前が出てくる映像もあるわけだけど、何か画期的な言い訳があるのかしら？おや、素直。疲れてるのね。明日はゆっくり休んだ方がいいんじゃなくて？虚言癖や妄想癖に効く薬品はこの世のどこにもなくてよ。実際に行ってみよう。無駄だと思うけれどね。きちんと黙っててくださいましたのね。感謝しますわ。元気出してくださいな。そのことで私たちの信頼は勝ち取ることができましたのよ。
他にここ誰もいねえのかよ。血は吸っていいのか。おとなしくしてなきゃいけないようですわよ。小太郎さんに迷惑がかかってしまいますわ。くそ、しょうがねえな。じゃあどの辺に隠れてればいいんですの。ほほう、かー、なんだこの無駄なスペース。ねぐらにしちゃう無駄だらけだな。お前の人生か。あ、いや、それなりに控えてください。広いですわね。ここ通った。俺様の、お、そうだ、俺様の領地と分かりやすいように名前を書いておこう。このクローゼットの中を使ってよろしいかしら。じゃ、ちょっと寝床を。なんだよこのさ。ギルちゃん、手伝ってくださいな。めんどくせえがしょうがね。言わねえぜ。窓はお開けしますわ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。目が回って。宿題？何ですの？無能がむやみに無用なことを教える無駄な場所か。よし、じゃあこの俺様が一肌脱いでやろう。まあ、黙って貸してみな。待ってな。以下の日本語文を英語文に訳しなさいか。任せな。タバコの一本吸ってる間に終わらせるぜ。トムとジャニーはいつでも。
トムとジャニーはいつでも一緒。トムとジャニーはいつでも一緒。なに、バカかもしれんが一生懸命一文だけでも解いた俺様に対して誠意くらい見せろ。バカなんだよ。トムとジェニーはいつでも一緒。完璧だろ。要するに二人の試合をショータイムってことか。